B20 系蒸気機関車は日本国有鉄道の前身である運輸通信省が第二次世界大戦末期から終戦直後にかけて少数を製造した主として入れ替え作業用の小型タンク式蒸気機関車である。戦時中に規格生産された産業用機関車の一種であり、形式の B20 は口述する系列設計での故障を流用したものである。 小型タンク機関車を国鉄機関車として採用するのは明治時代以来である。戦時中の設計、製造ゆえに実用上問題が多く、極端に小型で用途が限定されたため、使用時期が短期間のうちに多くが廃車された。太平洋戦争開戦直後の1941年12月、大手、中小の鉄道車両メーカー多数が国策によって、 車両統制会を設立、その管轄下で産業用の小型蒸気機関車、ガソリン機関車の統制規格生産を行うことになった。その後、車両統制会の小型蒸気機関車専門委員会が調査の後、10形式の系列設計小型機関車を制定した。形式故障は、機関、軸配置、重量を組み合わせて表記され、機関には実感を用い、 オツイコール1 0 6 7ー、mm、トテイイコール7 6 2ト、mm、ルボイコール6 1 0ト、mm、ルであった。重形式の構成品のうち動輪は4種、シリンダは5種、大枠とボイラーは6種になるが、ボイラーは、キセル内径をすべて4 5ト、mm、ルに統一し、長さと本数で加減しているため、資材的には4種になる。随所に代替材料を用いたり、 不在寸法も規格材を少ない加工で完結できたりすることに主眼を置いている。また、ボイラー強度を低く済ませる目的で、飽和蒸気方式を採用している。これらの規格と似た産業用蒸気機関車が、香港機械製作所や協産工業などによって製造され、専用鉄道や軽便鉄道、軍交渉内専用線に供給されたが、 戦時中のため生産と運用の実態は多くが不明である。結局、この系列設計の通りに製造されたのはオッツ b 2 0のみであった。校内作業用を目的に1944年、運輸通信省向けに、省の郡山工場で5両が製造された。戦後、1946年から翌年にかけて、立山重工業で10両が追加製造され、 合計15両となった。車軸配置0から4から0の短式に寄稿、飽和式のサイドタンク機関車であるが、技術面で特筆するべきところはなく、極限まで単純化された戦時企画車で完全に生産性重視の省力構造である。徹底した資材節約と工数削減化により装飾が一切排除され、蒸気ドームや砂箱は格形 仕上げ加工も省略するか最低限に抑えるなど、美観に対する配慮は、ほとんど見られない。また、使用蒸気は、国鉄製式機で採用されている、加熱蒸気ではなく、球体の飽和蒸気を使用している。最大の特徴は、空気圧縮機などの空気ブレーキ機構を持たず、代わりに、磁気専用の蒸気圧ブレーキを装備することである。用途上、強大なブレーキ力は不要であり、 小運転なら機関車短期のブレーキでも制動可能と割り切ったものであった。蒸気圧ブレーキは海外の古典機関車に例が見られるが、昭和時代の国鉄機関車としては本形式が唯一の採用である。そのため、貫通ブレーキを持たず制動力の弱い本形式では、本線列車の牽引など不可能であくまで校内での入れ替え作業専用であった。戦後、 本来の入れ替え機として用いられたのは、米軍横須賀基地の貨車入れ替え仕業に配置された2.56.8号機など数量のみで、あとは各地の機関区に分散配置され、機関区での6県時の無貨状態の機関車の入れ替えや、機関区構内での石炭輸送などで、細々と運用されたのに過ぎなかった。戦時機関車のため材質、工作制度ともに悪く、国鉄機関車としては、 極めて特殊であるため、早期に整理されることになった。国鉄上機機関車全廃まで使用されたものは、小樽貴港機関区所属の1号機と、鹿児島機関区所属の10号機であった。11.12号機は1947年に、五ぼ林港鉄道へ貸し出され、11号機は短期間で返却されたが、12号機は1948年に、正式な払い下げを受けた。 1951年、五房林港鉄道は、保有蒸気機関車を森製作所でディーゼル機関車に改造したことにより、12号機は予備機となった。1953年7月、和歌山県地方が大水害に見舞われ、12号機は壊滅的な損傷を受けた。そこで12号機も森製作所によって、大枠、臨時区等を流用した。 ディーゼル機関車への改造工事が行われ、1954年に三菱製 117HP 機関を搭載した、突型の B 型15トン機関車、DB2012 として竣工した。1970年代初頭まで、五望林口の貨物列車牽引に用いられた。15機は1946年に、富山市の立山重工業で製造後、 申請配置は、姫路第一機関区で、その在籍中の1948年1月から7月までは、大和鉄道に貸し出されていた。1949年6月に、鹿児島機関区に移動した。同機関区在籍末期の1969年7月27日に、鹿児島鉄道管理局主催のイベント走行で、B20C55C12 プラス8620。86 ガタという編成で本線の営業列車を牽引したことがあるが、通常、本線走行は、法規的に不可能であった。幸運にも1970年代初頭まで同区に、残り、1972年に、梅工事蒸気機関車間に収められた。当初は、胴体保存対象機であったが、入管当初数回かが入ったものの、 以後はほとんど動くことがないまま1979年3月31日付で、車席を失い、完全に生体保存となった。2002年には、梅工事蒸気機関車間の開館30周年、記念事業の一環と、JR 西日本発足15周年を迎えるに、当たってのビッグイベントとして、数十人のボランティアの手を借りて、胴体復元されることとなり、 5月から修繕工事を施されて、再び自走可能となり、同年10月12日に、胴体復元完成式が行われた。大型機関車揃いの梅工事におけるマスコットとなっている。車席はなく展示走行用備品扱いであるが、梅工事運転区に在籍するで重系ディーゼル、機関車とともに、火の入っていない蒸気機関車の移動などに用いられており、 復活後も本来の役目を担っている。また、時折転車台に乗って、汽笛水名称を披露するなどしている。15号機の胴体復元は、関西のメディアで、大々的に取り上げられ、多くの SL ファンの注目を浴びた。同館では、蒸気機関車の大きな汽笛音に、 子供が泣き出して困るといった悩み事も寄せられていたが、B20 は機関車トーマスにも似た小柄さから、子供たちにも人気があり、豆タンクの愛称で親しまれている。2006年、梅工事の蒸気機関車群と関連施設として、純鉄道記念物に指定された。ありがとうございます。